ごめん、x の2乗マイナス x、はい、プラス 4a、はい、プラス9イコール0、 0の頭の範囲異なる正の2つの範囲。すいません、早く言ってください。異なる2つの正の解を、正の解、まあ正の解を持つ A の値は、 A の値はと、まあこれはこういう問題です。よくある問題ですね、はい。そしたらですね、まずどんなグラフになるかということで、さっき言った平方完成でございますね、をしたくなります。いいですね。要するにこれ二次関数だから、ここが1ですから、こうなることは分かっています。そしてこうなってほしいということですね。正の解2つ、これはアウトです。正の解ないから、もうこれもアウトです。負の解が出てくる、もうこれだけですという時の A の値を調べましょう。 A の範囲を調べましょうという問題です。皆さん共有しましたね、問題。いいですね。じゃあそこでどうしようと思うけど、まずグラフを書くことで点数が取れるだろうということで、これを y イコール x 次乗マイナス ax プラス 4a プラス9と置きます。まあまあ別にいいんですけど、でこれでグラフ書くから、まずここの係数を半分にする。でもいきなり涙ですね。あ、2分の a 次乗です。でこれの事乗を引かないといけないから、4分の a 事乗プラス 4a プラス9となります。これ結構ですね。最初のあなたはきついでしょうけど、そうですね、半分にして事乗。ところが、これの事乗が邪魔だから、あと残り揃える。これいいですね。で、次に、一応これ、外区を書くとこうなります。ここが2分の a と4分の、つまり a でございます。a 次乗プラス 4a プラス9というふうになります。そしてこれはずっと旅をするグラフですね。これが値になって、さあ旅をするグラフなんで、さあどうしよう。で今まで、こうなればいいですよね。まず最低でもこうなればいいでしょ。もう絶対必要ですよね。でこの時にみんな知ってるのは、判別式が正ですよね。で異なるって書いてあるからイコールはダメですね。さあもうここで分かんないですね、はい、判別式で何でした？判別式、うん、判別式っていうのはすごいよね。積み重ねてすごいよね。別々のやつ、うん、近いんだけど、その別々ってどこで別々だったのかな。ん、軸と0と、うん、なんかちょっと外れてきましたね。じゃあ二次関数を二次方程式の時に、二次方程式を解く時は何をしちゃいました？二次方程式を解く時、うんうん、例えば二次関数でこうなるじゃないですか。そしたらこの値とこの値を解く時に AX代入、いやもうだめ、宇宙になりました、はい、はい、これを解くときにどうしました？この値とこの値です。これあ、いやなんか、うん、分けてる、はいはいはい、ちょっと助けてね、はい、いやあの彼が分かってそうなんで、いやこの後世にどうですか？うん、後世にこういう二次関数があって、このこと を求めるときに解の公式やね。さあ、どうぞ。さあ、解の公式を求める。解の公式をします。ちょっと君のためにしてんだからね。さあ、読むよ。で、マイナス B プラスマイナス B 次乗マイナス 4AC です。もう過去の復習も入りますからね。そうしたときに、答えが2個出るのは、このプラスマイナスになるってことですよね。そうでしょ？なんとかプラスマイナスなんとかになるわけだから、ここが正の数だったら2つになるんですよね。ここが0だったら解は1個、不十解。そしたらここが負だったらなしでしたよね。だからここは正だったら、ってことは多分このここのことを判別式と言って D と言います。 D と言います。そしたらこの D が正だったら答えが2個になるよねってことです。
いいですね、今日のこの論理忘れないでね、冗談でも大丈夫ね、はい、そしたらまず一つはこれを求めよう。そしたら1番は B 事情マイナス1、ちょっとこれすみません、これはあまり関係ないんですね。まずこれでしょ、 B はマイナス、あ、だから D イコールマイナス A、 B 事情マイナス 4AC が正だ。これがまず絶対条件。この不等式を解いて A の範囲を求められますですね。わかる？わかんない？大丈夫ね、君が分かり分かり言ってくれたからね。気持ちよく分かった？あ、はい、およし、次ですね。じゃあそれでもこれじゃダメですよね。ダメでしょ、これじゃあさっき言ったように負かもしれないでしょ。例えばここに Y 軸が来たらアウトですよね。正1個と正2個にならないかなってね、こうならないとダメなんでしょ。したらこれとこれのグラフの違いは、じゃあまた正の方向を観察です。これとこれは原点、うん、原点がない、通らない、両方含まない、含まない、全部原点は含まない。こうなる、はいはい、それね、そういう感じか。なんか手相みたいな占い師。じゃあ後世にも聞いて助けますか。どうしどうだろう。要するに今ごめんなさい、今チャレンジとかあるとこれはダメだけど、これはいい、違いなんだろう。何が違う、これとこれ。うん、負の回、まあ、それは負の回だけど、どうしたらこのオレンジ横になる判別式の中が何、小さく判別、あー、ここの中がってことね。あー、あなたは Y が0の時の X の値が、うん、おお、これはすごい、これがいきなり来ると思われた。今ね、彼が言ったのね、すごいよ。いや、俺はちょっと感心、多分知らなくて言ってる割にはすごいと思う。今ね、Y が0の時の値が正じゃないんですか。これ、こっちは負になってませんか。 Y が正の時、上ですよね。 Y 切片が正だよって言ったでしょ。そうですね、だから、すごいと思います。2番 F0 と言いますね。F0 が正ですね。 F0、 あ、ちなみにこれ一応いきますよ、もう一個これいきますね、 FX、 これがポイントです。あ、でもみんな疑問点は出てくるでしょ。一応こういきますね、 X 事乗マイナス AX プラス 4A プラス9。じゃあ今日初めての人いきますね、あのこういうふうに置くんです。 Y イコールって置くのと FX って置きます。そうするとこの F1 って言ったら1を代入してる、 F0 って言ったら X に0を代入したところになって代入。だから F0 が正だというのが彼の答えです。これは正しいです。すごくいいです。じゃあ、運を使い果たしてないか使い果たしてるか知りませんが、今ついてきますね。今、ここね。大丈夫ですね。分かった。ちょっと君の言うのは違ったね。今よりね。でもね、これじゃダメです。まだ、なぜがダメ。君の今の理屈だったら、ここが正だったらいいんでしょう。F0 だって。こうなったらいいんですよ。僕は何、Y が0の時に、0の時に X は、あ、 Y が0って言ったらこれは X が0ですね。 X が、はい、X に何か数字を入れたら、うん、X に正の数字を入れたら、うん、 Y が、うん、Y が0になる、X に何かの数字を入れて Y が0になるのはこのことですよ。はい、助けて、はい、軸の方程式が不正。お、すごい、お、知ってるんですね。そう、すごい、もうごめんね、彼知ってるかもしれない。実はこれの、これとこれの違い、青とこれの違いは何かというと、黒は軸の方程式が負なんです。
要するに、あと式が3になってくれればでしょ。だから、あともう一つは、軸の方程式は2分の A ですね。だから2分の A が正であればいいです。こういうのです。ということで、この1、2、3を連立して解けば解けます。で、あと解くのは頑張ってください。実は一応この後次の問題がありますので、この1と2と3を作れば、作ってあと A についての連立不等式を解けば OK です。OK です。もうこれでも目的達成です。いいですか？じゃあここでメモってください。大丈夫ですか？ついてきてません？はい、メモってね。これでいいです。で、7台ぐらいその後行きますので、よくこれをメモってください。